どうも皆さんごきげんよう。ミステリー作家の七尾よしです。本日もデッドバイデイライトプレイしていきましょう。はい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 。というわけでね、全身血まみれみんちゃんで今日はプレイしていきますよ。そして今日のお友達はもう声でわかりますよね。ナースのナスコさん、27歳、劇団借金コンクリート所属の劇団員です。なんでも女優さんを目指しているらしいんですが、顔出ししなきゃダメだよね。顔には自信がないんでしょうかね。さあ、近くまで来てはいるけど、どうだ？おっと、発電機が回る音が聞こえている。そっちの方か。だけど、仲間は離れちゃったようですね。あ、いや、やってるやってる。こちらはジェイクですね。じゃあ二人でね、修理を進めていきましょう。二人で修理すれば早いです。はいはい、安定のルインの呪いがかかってますね。この呪いはスキルチェックでグレートを出さないとゲージが巻き戻ってしまうので、修理速度がね著しく後退してしまうんですよ。だからスキルチェックが出ないようにね、こうやって餅つき戦法でやっていくわけですけど、あ、近づいてきた来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 た、やべ、見つかっちゃった。さあ逃げろ逃げろ。さあ、ナースはねなかなかねチェイスが難しい。おお、危ねえ。さあ、板を当ててやりました。だけどね、一回ここで戻る。さあ、フェイント成功。こうやってフェイントをかけながらやっていくとね、逃げられる場合もある。で、あとはなるべくね足跡を残さないように途中でしゃがみ歩きをするなどして、あとこうやってぐるぐる回ってね足跡をベタベタつけてかく乱するというのもチェイスの戦法の一つなんだけど、いや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 、うまい具合に、お、うまい具合に見失ってくれた。あんまり上手なキラーさんじゃないね。もうね、上級者になると絶対に逃さないからね。もう完全に今見失ってますよ。で、ここら辺でね、セルフケア、治療、自己治療したいと思います。ただ、心音内で治療するとね、ナースコーリングというパークをつけていると見つかってしまうので、なるべく心音外でね、治療するべきです。さあ、今ね、心音が聞こえないからね、今のうち今のうち、セルフケア、セルフケア、持ってるかな、セルフ、ナースコーリング。多分持ってると思うんだよね。ちょっとね、ここは危険なので治療は控えておきましょう。さあ、今日もね一本映画をレビューしたいと思います。今日ね見てきたんですよ。今日ねレビューする映画はまだ新作のほやほや、万引き家族ですね。第71回カンヌ映画祭で最高栄誉賞であるパルムドールを受賞した是枝裕和監督の最新作とあって、まあ、東宝シネマ渋谷の劇場で鑑賞したんですけど、平日なのにね、どの回も満席、次の回もね、早々とチケットが売り切れてましたからね。やっぱりカンヌ効果はすごいっすね。日本人監督としては21年ぶりということもあったんでしょうけど、なんでもネット上では右とかね、左の人たちが論争してるみたい。そういう視点で争うような映画じゃないと思うんだけどね。まあ確かにある種、観客一人一人の倫理観とか、正義が試されるというか、揺さぶられるものはあると思います。でね、まあどんな映画かっていうとね、まあ簡単に内容を説明しちゃうと、都内の高層マンションの谷間に、こうポツンと佇んでるボロボロの平屋に、5人の家族が暮らしてるんだけど、彼らは誰一人としてね、血が繋がってないんですよ。血縁者じゃないわけ。まあそれでもね、父親とか母親とか息子っていう役割は与えられてるんですけど、まあお父さんはね、定職がなくて、お母さんもアルバイトなので、おばあちゃんのね、年金が、一家の家計の頼りなんですね。もちろんそれだけでは足りないので、お父さんは息子をスーパーに連れてって一緒に万引きをしてね、それを生計の足しにしているんですよ。来るかな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 、いや大丈夫かな。で、そんなある日、父と息子は近所の団地で寒空の下に締め出された女の子を見つけるんですね。まあ、かわいそうだったので家に連れ帰って食事をさせるんだけど、彼女の体には明らかに虐待と思える傷やあざが残っていた。まあ、一家は、まあ、ゆりちゃんと名乗るその少女を家族として受け入れて、
まあそこからね奇妙な同棲共同生活が続いていくみたいなね、まあそんな内容なんですよ。さてどなたかがね、ルインの呪いのトーテムを破壊してくれたので呪いが解除されました。これよりね修理は通常業務を開始したいと思います。まあ映画なんだけどね、是枝裕和監督らしい淡々とした映像と演出、まあ監督の誰も知らないにテイストがかなり近いですね。ただあの映画はひたすらにね救いようがなかったと思うんだけど、こちらはまだほのかながらもね希望の光が見えるような見えないようなそんな感じ。そしてほとんど疑似的とも言える家族の描き方が秀逸なんですよ。ナイス修理。これでねあとはここ開くだけ。あ、これはノーワンエスケープですね。いやーもうこれはね破壊するのはマストでしょうね。これがねこの呪いがかかってる。あー一撃でやられてしまった。この呪いがかけられると発電機の修理が全て終わるとねキラーは一撃で這いずり状態にすることができるんですよ。まあ今はもうね呪いを解除しちゃったんで一撃でワンパン取られることはないんですけど、一人ね一人一撃でノーアイスケープでやられてしまう。ナイス。どこまで話したっけ映画。そうそうそう、あのね家族のね描き方がね素晴らしいんですよ。例えば一家団らんのシーンでもみんなねバラバラなんですよ。それぞれが好き勝手に好きなものを食べてる、まあ、ご飯だったりパンだったりカップラーメンだったりね、まあお粗末な食事ですよ。でねまたそれがねそれぞれの食事中に座る位置がそれぞれの距離感を示していたりするんですね。なのに乾いた家庭という感じではなく、むしろ奇妙な絆とかね結束が見え隠れするんですよね。さあ今釣られに行くね。なんて言うんですかね、そんなシーンがすごくリアルでまるでドキュメンタリー映像みたいだったりします。ここら辺はもう是枝監督のね真骨頂発揮といったとこですね。さあ徐々にね近づいていきたいとこですけど、心音が聞こえるからもう多分あそこら辺のね近くでねもうキャンプしてると思うんだよね。ここまで来るとあの一人は絶対に死んでも仕留めたいみたいなねそういう心境じゃないかな。さあどうだ、徐々に近づいていきましょう。まあ離れてないよね。周りをぐる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 巡回している他の連中はどうしてる。多分他の2人も近くに来てると思うんだ。やべやべやべ、見つかったか。おお見逃したね。キラーは一人称視点なんで視界がね案外狭いんですよ。だからね足元とか見逃しちゃうことがあるのね。ナイス。大丈夫か、ボロータイム持ってんだろうね。さあ3人傷ついた。さあどうする、こちら空いてるからね。向こう空いてんのかな。どうだいやーカオスだね。オッケーオッケー、みんなオッケーかい。さあ一人脱出。どうだ、もういいかな。ああ、こっち来てるよ。いや僕がターゲットになってる。よしよしよし、おいでここまで、ここまで引き寄せて。さあ皆さん無事に脱出してください。はい、というわけでね今回も見事に脱出することができましたと。さあ他の連中は脱出できたのかな、まあ、多分ねこっちまで引きつけたから大丈夫だと思うんですけど。さあランクはどうでしょうか。あー、オッケー、ランク上がりましたね。今ねランク12です。はいはい、あ、やっぱナースコーリング持ってましたね。まだ2人ね脱出してないんだけど多分ね遊んでるんでしょうね。というわけでね映画の話題に話を戻しましょう。まあこのね万引き家族、この映画を見てる間ずっとね居心地の悪さを感じてしまったんですよ。なんだろう、素敵な家族像を見せられているような気もするんだけど、いやいやそこ感動するとことちゃうやろみたいなね思いものしかかってくる。おそらくこの映画では良いことと悪いことの境界線が
見えなくなってしまうからだと思うんですよね。ここに出てくる家族は全員社会的弱者なんですよ。特に2人の子供なんかそうだよね。女の子のユリちゃんに至ってはもうネグレクト&DV ですからね。それなのに彼女は両親のことをかばおうとしている。なんとも救いがない設定なんですよね。まあそんな彼女を疑似家族たちは救出したというわけだけど、でもその彼女に万引きをさせているわけなんだよね。そうでもしないと彼らは生きていけないという理屈をつけられてもね、まあ大人たちは5体満足だし、まあ、単にアウトローなだけなんですよ。これが30年前だったらこんな家族ねえよだったかもしれないけど、今だったら実際にありえそうじゃないですか。おばあちゃんの死体を家に置いたまま、あの死亡届も出さずにね、家に置いたまま年金を不正受給したりする人って現実にいるしね。え、福祉が崩壊するであろう将来はこんな家族はね、珍しくないかもしれない。貧すればドンするって言うけど、今の日本は徐々にね、その方向、その状況に向かっているような気がしますよ。だけど子供たちに犯罪行為をさせるのを間違っているという分かりきった正論をぶつけて越に浸るのは違うと思うんですよね。そもそも家族ではないんだから、家族の在り方を考えるというテーマの作品じゃないと思うんですよ。むしろ生まれつきで定められた血縁などの絆をいかに断ち切って別の絆を築き上げるかということがテーマじゃないかなと思いました。何も血がつながっているからと、まあその家族にとどまる必要はないわけですよ。 DV とかね、貧困とかで苦しんでいる人たちはたくさんいるけど、家族という絆から逃げ出せずにいますよね。むしろ逃げるという発想すらないからこそ彼らは苦しんでいるわけです。この映画を見ていると、見捨てるとか切り捨てるという勇気さえ持てれば幸せになるかもしれない人が身近にもたくさんいるんじゃないかなと思いました。むしろ血縁なんかない方がまともな家族になれる、そんな場合もある、そんなメッセージすら感じましたね。はい、というわけでね、映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまでなら出せるかということで評価をつけたいと思います。映画万引き家族、評価額はズバリ1400円です。さすがカンヌ、パルムドール、優秀作。テーマに関してはかなり賛否が分かれそうで、受け入れられない人には徹底的にダメだと思いますね。とにかく、まあ、光や影にまでこだわった映像とかね、登場人物たちのこう微妙な所作、仕草やセリフ、そして何よりもこう役者さんたちのね、演技力が素晴らしかった。特に子役の演技はね、神がかっていて、特に女の子はもう気味が悪いほどだったね。本来感動すべきシーンでも、あまりにも彼らの表情がリアルすぎて気持ち悪かった。だからこそ鑑賞中はね、僕の気持ちが不安定だったし、居心地が悪かったんだと思います。悪い意味でね、心に残るようなプチトラウマになりそうな、まあそれはちょっと大げさかもしれないけどね、ちょっとね、引きずってしまうような映画でしたね。皆さんいかがだったでしょうか。はい、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、 Have a nice day. バイバイ。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。